これからお話をする超ジンギスカン帝国は外蒙古の地下にあって、国民はアリを真似て地下に生活の場を作っていました。昔は楽しい国でした。しかしいつの間にか人々はアリかハチのように働かされる恐ろしい国になってしまったのです。皇帝は宮殿の奥に住み、赤黒堂という名の親衛隊に貸し付かれ、人々は働き蜂のように何も考えずにただ働くだけでした。どうしてこんな国になったのか。我が超ジンギスカン帝国に忠誠を尽くす赤黒党諸君、我々は一人残らず陛下に忠誠を誓います。よろしい、諸君は私のために働き死ぬ、それが務めなのだ。今日の務めは子供を借り集めることだ。すぐに出発せよ。全員各地区に出動。連れに来た。どうしてこんな国になったのか。訳を知ろうとしたロボット P の主人は宮殿を探りましたが、しかしその帰り赤黒塔につけられたのです。本物め、やっぱりそうだったのか。あなたは余計なことをしましたな。これをどこで手に入れられたのです。おい、みんなすっかりぶち壊してしまえ。博士がこっそり持ち帰ったのはロボット鉢でした。しかし博士はその目的を知る前に殺されてしまったのです。ロボット G、私はもう我慢ができません。私だって同じだ。私だって我慢できない。この国がだんだん荒れ果てていくのを見てはいられない。しかし私たちに何ができるでしょう。そうだ、日本のアトムというロボットなら助けてくれるかもしれない。君、行ってくれないか。はい。ロボット P、 この国を救うのはアトムしかいないんだ。あれ、なんだいきなりこんなとこにポストみたいなやつが突っ立ったぜ。もしもし、この辺にアトムという家をご存じありませんか。なんだいこのポストめ、郵便の行き先聞いてやがら。どうしても知りたいんです。お願いします、教えてください。うるさい、俺はポストなんかに用はない。なんで矢でも鉄砲でも持ってこいってんだよ。矢でも鉄砲でも持ってきました。教えてください。お願いします。あーと思ってロボットのうちならそこだ。あっち行ってくれ。酔いが冷めちゃったよ。酒だよ。酒だ。お酒じゃんじゃん持ってきてくれ。おや、変な音が。あれはロボットだな。だけど一度も聞いたことのない音ね。うちの前で止まったぞ。アトム、アトム。どなたですか。私、超ジンギスカン帝国からはるばるやってきたものです。そんな国の名前僕聞いたことありませんよ。アトムさん、たくさんの人間が苦しんでいます。お願いします、どうか一緒に来てください。人間が苦しんでいるんだって。そう聞くと僕はじっとしていられないんだ。じゃあ行きますよ。黙っていくとママに叱られちゃうわよ、きっと。さあトムさん、ここへお入りください。お兄ちゃんってば。大丈夫だよ、すぐ帰ってくるよ。ウランは寝といで。超ジンギスカン帝国ってこっからそんなに遠くはないんでしょ。たった2万キロ先ですよ。え、2万キロも。
さあ、着きました。驚いた。まるで地上そっくりだ。へえ、地上よりすごいや。お。アトムさん、急ぎますよ。わけは後でお話しします。ロボット G、アトムを連れてきました。おお、アトムさんか。よくいらっしゃいました。さあ、どうぞどうぞ。私たちは困っています、アトムさん。私たちに力を貸してください。頼みます。はい、わかりました。あ、警報だ。警報だって。赤黒島に感づかれました。一大です。ロボット P、こうなったら仕方がない。アトムさんをいつもの方法で捕獲しなさい。早く、早く。はい、わかりました。では。早く。しばらくの辛抱です。やい、ロボットども、貴様らこのうちにアトムという日本のロボットを連れ込んだろ。そいつを出せ。何のことですか。ふざけるな。証拠はちゃんと上がっているんだぞ。白状しろ。証拠って何のことか私知りません。ほら、これを見ろ。この通りちゃんと隠しカメラで姿を撮ってあるんだ。はあ、それ皆の者、探すんだ。おい、白状しろ。ロボットのくせに人間の命令が聞けないというのか。口を開けろ、あんとな。開けないつもりだな。よし、ぶっ壊して調べるぞ。あ、立てるものか。アトムだ、みんなそれやっちまえ。ロボットの分際で人間様に手向かうとどんな目に遭うか知っとるのか。手向かったんじゃない。君たち悪い奴らをやっつけただけだ。なんだと悪い奴。どうだ、悪い奴だ。誰が悪くて誰が正しいかいずれ分からせてやるぞ。文句を言わないでさっさと外へ出たまえ。変な予感がするぞ。大変なことになりそうだ。彼らを怒らせるとひどいことになります。だってあんな乱暴な人間懲らしめたって構わないでしょ。いや、あの赤黒島は超ジンギスカン帝国の親衛隊なんですよ。赤黒島が親衛隊だって、何のことですか。あ、危ない、こっちだ。きっと赤黒島の仕返しです。なんてひどい国なんだろう。こんなにひどいことをされてもみんな黙っているんですか。はい、みんな奴隷にされているんです。ではあの赤黒島の。いえ、そうではなく超ジンギスカン帝国皇帝の奴隷なんです。じゃあ赤黒島はその手先ですね。そうなんです。私たちは彼らの意のままに操られているんです。そうだったのか。その皇帝は一体どこに住んでるんですか。ほら、そこのダーマ宮殿にですよ。あれが宮殿です。浮かずに入ると恐ろしい目に遭います。皆さん、怪物が出てきましたよ。あれは何ですか。 あれです。 あれがその恐ろしいものの一つなんです。静かに。こりゃすごいやつだ。護衛ロボットです。あんなのが3匹も守っているから、人々は皇帝や赤黒島を憎んでも手も足も出ないのです。あの触覚に探し出されたらおしまいです。あのようにして謀反人を探しているのです。じゃあ、あいつの触覚を壊せば目くらになるわけですね。
変だ、護衛ロボットがみんな出てきた。また出てきたな、怪物め。エネルギーが足りるかしら。捕まった。ダーマ宮殿の中に連れて行かれたぞ。もうダメだ。アトムとやら、いくらジタバタしても逃げられんぞ。ロボットのくせに人間様に手向かうからそんなことになるのだ。ざまを見ろ。お前は一体誰だ。我が輩か。このダーマ宮殿の支配者、超ジンギスカン帝国の皇帝だ。じゃあ、あの怪物を操ってみんなを苦しめている一番の悪者だな。怪物？何を言うか、あれはロボットだ。お前と同じ仲間だぞ。我が超ジンギスカン帝国は、時期が来れば全世界に乗り出して挑戦してくれるぞ。その昔のジンギスカンのようにな。お前のような悪者にそんなことできるものか。信用しないな。そんならいいものを見せてやる。いいか。我が輩には世界のどの国にもない素晴らしい武器があるのだ。このロケットにはロボットバチが積んである。1台に120万匹だ。皆さんご注意ください。全世界に不思議なロボットバチが増えつつあります。一見普通のハチとは変わりませんが、もしこれに刺さる。どんな人間でも一針刺されれば、その毒針に仕込んだ一種の薬の力でみんな催眠状態になってこちらの言いなりになるのだ。もし薬の効かぬ人間があれば、一人残らず片付けてしまうのだよ。我が輩の力が分かったか。いくらお前などが手向かっても針を刺したほどにも感じないのだ。うわっ。エネルギーをそっくりいただきだ。ほんのちょっぴりだけど元気が出たぞ。これだけのエネルギーではあの怪物たちとは戦えないや。あれはエネルギーの補充器らしいな。これを引きちぎってあそこまで行けばいいんだが、あの怪物たちの目をごまかしてどうやってあそこまで行けるだろうか。黒塔がロボット狩りを始めたぞ。しっ、その神に祟りなし。ロボットというロボットをみんなぶっ壊せ。お手の命令だ。
ボットの諸君、アトムさんに続こう。人間は育児がない。皇帝を倒すために立ち上がろう。赤黒党員だ。ロボットを一人残らずぶっ壊してくるんだ。おい、見張りを残さなくていいのかい。なに、あいつは動けねえんだ。大丈夫だよ。おい、動いた。今だ。おい、大変だ。誰か来てくれ。確保しろ。火がついたぞ。たっぷり10万馬力だ。敵のうなり声がする。この音はロボット町の音とは違うぞ。奥の手を見せてやるぞ。はあ、アトムの小僧、驚いたか。これは蜂の守り神だ。さあアトム、神の怒りを思い知れ。どこだね。宮殿の中に
に決まってるさ。お前は一体誰だ。私は今までどうしていたのだ。変だな。おじさんは皇帝で、この宮殿の主なんでしょ。そうだ、確かに私は宮殿の主だった。だがどうしてこんなことになったのだ。それより、あの蜂は一体何なの。どうしてあんなところに蜂なんか飼っているの。蜂、蜂だって。そうだ、思い出した。ある日私は蜂に刺された。え、蜂を飼っていたの。その蜂、一体どんな蜂だったの。聞いてくれアトム。宮殿で飼っていたあの蜂は狩人蜂の一種だが、普通の狩人蜂じゃなかった。いいかねアトム、あの蜂は放射能の実験で人工的にうーんと大きくした蜂なんだよ。そうか、狩人蜂か。だんだん分かってきたぞ。狩人蜂は餌にする虫を毒針でちょっと刺しておく。そうすると刺された虫は生きたまま眠ってしまう。それを巣に持って帰って卵を産みつけたりするんだ。こんな蜂がもし放射能を受けて進化したら。その通り、私たちは蜂の奴隷になってきたのだ。皇帝の私も兵隊も部下も、ああ大変なことをしてしまった。戦士の皆さん、すぐに地上へ避難してください。私は皇帝です。皆さんを苦しめたことをお詫びします。あの蜂は人間を刺して奴隷にする悪魔です。宮殿は火事ですが、蜂はまだ生きています。地上へ逃げてください。皆さん、みんな避難しましたか。爆発準備終わり。あと10秒で爆発です。ありがとう。これでもう安心です。私たちは地上に新しい国を築きます。もう奴隷も怪物もいない明るい国を。お願いします。